日傘を買う、それは理由によりますね、この重視すること、うん、あ、価格も重要ですね。でも今は本当に安いものから高いものまで本当にピンからキリまでありますもんね。あ、日傘をプレゼントする時の参考にもなりそうですね。確かに。え、山口さんまだ買ってなかったですか？おかしいな、結構いいプレゼンしてると思うんですけどね、何がそんなに嫌なんだろう。あ、私ならフリフリ似合いますか？まあ、今日もねお洋服がフリフリしてたりしますからね。でも実はね、私が使ってる日傘はそんなにフリフリしてないです。そんなにっていうかフリフリしてないですね。フリフリしたのも可愛いですけどね、悩みますよね。無難な黒とかはね、こう UV カット率もすごく良さそうだし、デザインとしても持ちやすいですからね、いいですよね。どうだろう、男性の方はね、あまり持たないっていう結果が出ていましたけども、例えば女の子にね、日傘を差してあげたりとかしたら持てるんじゃない？ほら、私とかあまりこうね、手が塞がるの嫌だけど、まあ、暑さをしのぐためには日傘差したいって思うタイプなんですよ。なのでね、こう持ちたくないけど持ってるんですけど、そういう時にね、こう日傘を差してくれる人がいたらなんて嬉しい。誰かこう執事とかが持ってくれたりしないかななんてね、思ったりもしますよね。うん、持ってくれますか？ありがたいっす。ありがとうございますね。いや本当にね、それくらい日傘変わるから、試したことない方にね、ぜひおすすめしたいんですけど、なかなか私のプレゼン力がまだまだということですかね。山口さんがもし日傘を買ってくれたら、きっとね、見てる方も買える感じになってくるんじゃないかな。あそこが一番落とすのが難しいですね。日傘を持たせるのが難しい感じですけども、ぜひね、まあ、日傘を買うなら重視することはということで、買ってなくてもね、実際いいのでぜひ教えてください。それではこの後、番組は18時に再開します。